皆さんこんにちは。2023年春場所に注目が集まっている大相撲界ですが、過去に土俵が血まみれになった取り組みをご存知でしょうか。それは2022年の十両大翔鵬対十両アクア戦ですね。今回は大翔鵬のこれまでの活躍を振り返りながら、土俵が血まみれとなった脅威の取り組みを紹介したいと思います。では早速大翔鵬について紹介しましょう。本名チミデレゲゼンシジルバヤル、愛称シジル、生年月日1994年8月28日、出身モンゴルウランバートル市、身長185センチ、体重189キロ、所属部屋追手風部屋、生涯戦歴334勝294敗2休59場所、幕内戦歴30勝45敗5場所、優勝回数序二段優勝1回。モンゴル力士といえば、モンゴルから来日し相撲界で活躍している力士は数多くいますが、子供の頃に来日し日本に来てから相撲を始めたという変わり種の力士です。そんな大翔鵬は日本語がペラペラです。モンゴル人とは思えないほど流暢な日本語を話すことができます。幼少期はモンゴルの首都であるウランバートルで過ごし、母親が日本への留学を志してすでに単身来日していたこともあり、大翔鵬も父親と一緒に日本へ引っ越すことになりました。9歳で来日した大翔鵬は3ヶ月ほどで日本語を話せるようになったようです。相撲を始めたのは小学4年生の頃、学校対抗で開催された柏市の大会に出場させられ、敗れたものの柏市相撲スポーツ少年団にスカウトを受けて相撲を始めることになりました。中学校を卒業後、千葉県でも屈指の強豪相撲部を擁する千葉県立流山南高等学校に進学。高校の同期には現在も活躍する阿炎がいます。1年生の時に出場した千葉県の新人戦では団体メンバーとして高校を19年ぶりの優勝に導き、個人戦でも優勝の成績を残しました。ちなみにこの大会では阿炎が2位です。2年生の時には全国高校相撲選抜大会で鳥取城北高等学校のアルタンホヤグイチンノロブゴの一ノ城と決勝戦で対戦して敗れてしまい、準優勝を取るも全国大会で優勝したことはありません。阿炎と共に出稽古した明治大学相撲部では大学生を凌駕するほどの実力を発揮し、学業でもクラスでトップクラスの成績だった大翔鵬は文武両道の少年でした。高校卒業後は以前から声をかけてもらっていた追手風部屋に入門し、2013年3月場所で初土俵を踏んでいます。大翔鵬のしこ名の由来は師匠追手風の現役時代のしこ名である大翔山から大翔を、同郷出身で一門の先輩となった横綱白鵬から鵬を取って名付けられています。初めて番付に乗った同年5月場所は序の口でこの場所優勝の新栄山に敗れただけの6勝1敗、続く7月場所は序二段で7戦全勝優勝を成し遂げ、3段目は3場所で突破しましたね。そして2014年3月場所で初めて幕下に昇進して以降はその地位に定着し、横綱鶴竜の付け人になりました。2015年11月場所で新十両に昇進が決まった大翔鵬は、鶴竜の横綱土俵入りの従者を務めたいという独特の目標を掲げたことが印象的ですね。幕下上位の壁がなかなか破れず、約3年もの間幕下生活が続いた大翔鵬でしたが、2019年3月場所にようやく新入幕を果たすことができました。西十両6枚目で迎えた2023年1月場所では3勝2敗で迎えた6日目から7連勝するなど、波に乗った大翔鵬は2023年春場所で2019年11月場所以来19場所ぶりとなる幕内復帰を果たしています。そんな大翔鵬ですが、NHK 大相撲解説の北の富士氏に痛烈に批判されたエピソードを紹介しましょう。西前頭16枚目で迎えた2019年11月場所11日目の炎鵬戦で、誰が見ても明らかな KO 狙いのアッパーカットのような張り手を連発しましたね。これを見た北の富士氏は、こんな汚い張り手は見たことがない、体重が自分の半分にも満たない炎鵬がそれほど怖いのか、とても将来性のある力士が取る相撲ではないと痛烈に非難しました。北の富士氏が言うように、小兵力士として有名な炎鵬の体重は106キロ、一方大翔鵬の体重は189キロと
大きな体重差がありますね。避難されるほどの張り手を繰り出した大将法でしたが、この勝負は寄り切りで炎鵬の勝ちとなり、見苦しい姿だけが残ってしまったのでした。記憶に残っている人も多いと思いますが、土俵や力士が血まみれになった大将法の取り組みを覚えていますか？それは2022年7月場所10日目の十両大将法対十両アクア戦です。大将法は2勝7敗、アクアも3勝6敗と苦戦していた中、迎えた対戦は共に立ち合い勢いよく頭からぶつかるなど気合十分で始まりました。その後も土俵の中央で互角の攻防を演じていた中、行司が突然動くな動くな動くなと大声を出しながら両力士の背中に手を置き、取り組みをストップさせたのです。二人の力士は待ったがかかった姿勢のまま待つ必要があります。その間に行司が土俵下の呼び出しからかみを受け取ると、大将法の鼻の穴に詰めました。実は大将法は最初の立ち合いでアクアの当たりが顔面に直撃し、鼻から出血していたのです。大将法の上半身や西の仕切り線が赤く染まるほど大量の血が滴り落ちていましたね。大将法の鼻に髪が詰められた後、行司は土俵に上がってきた呼び出しと二人がかりで大将法の体についた血を髪で拭き取り、その後に両力士の体勢を確認した上で取り組みを再開。再開後は大将法の胸に頭をつけたアクアが一気に土俵外へ寄り切り、大将法の負けとなってしまいましたね。取り組み後の大将法はしっかりとした足取りで花道を下がっていきましたが、出血は止まっていないようで、口、鼻周りや胸には大量の血がついていましたね。あれほどまで血まみれな姿で花道を下がる力士を見たことがありません。直後には NHK 中継の花道担当アナウンサーが、喋るのも辛いような状況で上を向いて風呂場の方に入っていきましたと、引き上げた後も出血は止まっていない様子であることを伝えていました。大将法戦が終わった後には土俵上で複数名の呼び出しが血と土が混ざり、赤黒くなっていた西の仕切り線付近に塩を撒き、足やほうきで鳴らした後、その上に新しい砂を入れてさらにほうきで整えるなど急遽整備が行われました。中継解説の西岩親方、元関脇若の里はこの様子を見ながら、これだけ血が土俵の上に落ちるっていうのは珍しいですねと、これまでの現役親方生活約30年の間でもあまり見たことがない光景と驚きを口にしていました。今回大将法が大量出血となった原因として、相手力士の当たりを顔面にもろに受けたことが大出血のきっかけとなっています。2023年初場所では貴景勝も出血したことがありましたね。力士は毎日が交通事故と言われるほど毎日大きな衝撃を受けながら死闘を繰り広げています。この言葉が物語るように数秒で勝敗が決まる相撲競技ですが、力士たちは日々体を張って戦っていることを改めて感じさせられます。キリリとして優しい顔立ちの大将法は熱烈なファンがたくさんいますが、女性ファンの間では結婚や彼女らの情報が気になっているようです。調べてみたところ、現在どちらの情報も見当たりませんでした。日本語がペラペラな大将法は言葉の壁で恋愛が苦戦することもないので、いつかは日本人の女性と結婚するのではないでしょうか。ただ今は相撲に全集中しているようです。日本育ちのモンゴル人力士大将法の今後の活躍に注目してみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。